してみようかね。男磨くぜ。大丈夫、私に任せて。仲良く死ぬのか。せめて天女でも現れて手招きしてくれりゃな。神々しくも軽やかな舞、美しい。俺の天女、あんたと一緒なら喜んで天に召されるぜ。おっと。そのくらいの傷なら大丈夫よ。それに私は天女じゃなくて三蔵法師。人を探してるの孫悟空って言うんだけど、誰か知らない？いたずらを戒めんと封印しておいた孫悟空が姿を消した。孫一さん、一緒にいれば悟空に会えるって本当？そのうち現れると思う。それより参ったな。アザイを救援に来たはいい。長技のやつ囲まれてますけど、もう手遅れてやる。困ってる人を放っとけない。さ、行こう。容赦はいらん。このまま押し潰せ。我が力、存分に味わうがいい。間に合ってよかったよ。地獄で仏とはまさにこのこと。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、この長春雷が討ち取りました。俺もやりますね。ここまでぞ。マコモソさん、申し訳ありません。魂ごとぶっつぶしてくれる。うさい虫が入り込みよったな。いじりつぜ。おんぬ、長野殿のお味方が危ないようですね。困ってる人はみんな助けてあげる。待ってて。覚えたぞ。敵将、この超春雷が討ち取りました。お見事でございます。長政さん、遅くなってごめん。でももう大丈夫。援軍とは手助けない。だが、そら、私は三蔵法師。よろしくね。まあ、よかろう。敵将、この超春雷が討ち取りました。俺もやりますね。ここで散るのは定めでしょうか。大変、長政さん疲れてきてるみたい。ここは敵の目をそらしてあげないと。いい？敵さんに伝えておきたいことがあるの。
我が力存分に味わうがいい。ごめん遅くなっちゃって、怪我はない？終わりかたき天の救い、感謝します。始まるがいい。次にあんたが貴様の最後だ。敵だ、南から敵が押し寄せてきたぞ。敵将、この超春雷が討ち取りました。見事な戦ぶり。味方が皆やられていく。我が帝王の真髄を見せてやる。救出は順調だね。みんなこの調子でいこう。貴様の血肉食らい尽くしてやるわ。してやられた。敵将、この超春雷が討ち取りました。俺もやりますね。伝令、味方援軍まもなく到着するとのことです。敵の援軍じゃと？おわさせんぞ。それじゃ救援に来てくれる今が困るよね。邪魔してる人たちにどいてもらわなきゃ。よし、これだけ敵を引きつければ十分だな。南方に敵の姿見えず、どうやら巨砲だった模様。この足をたばかりよって。まっしったね。十分かな。邪魔はここで口当てろ。次は負けない。敵将、この超春雷が打ち取りました。お見事な戦ぶり。俺もやりますね。三度の殿の舞こそ人が求めてやまぬ至高ぞ。その美に誘われ私もなお美しく舞います。長江さんって楽しい人だね。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、この超春雷が討ち取りました。お見事でございます。まだまだじゃ、奴らに悲鳴を上げさせろ。この牙で噛み砕いてくれる。これもやりますね。ブヒャ、殺されてたまるか。敵将、この超春雷が討ち取りました。これもやりますね。ここでお前を撃つ。長政様、一、ここに一、怪我はないか。一人にしてすまない。わしが叶う相手ではないわい。敵将、この超春雷が討ち取りました。お見事でございます。消す。貴様の血肉食らい尽くしてやるわ。いいにさも、わ
足にはべり我が目を楽しませよ。楽しませるってこんな感じでいい？殺されてたまるか。敵将この超春雷が打ち取りました。これもやりますね。変なのまりで戦場を彩りましょう。お見事な戦ぶり。わしの恨みを買うとは哀れなやつめ。敵将この超春雷が打ち取りました。お見事な戦ぶり。ヨホー、邪魔が入ってるみてえだな。一丁悟空様が片付けてやっか。わあ、悟空、お前の相手はこの俺だ。今度は負けねえからな。敵将この超春雷が打ち取りました。俺もやりますね。俺がぶっ飛ばしてやる。さあどこからでもかかってこい。敵将この超春雷が打ち取りました。見事な戦ぶり。次は負けない。敵将この超春雷が打ち取りました。俺もやりますね。お見事な戦ぶり。さて、ここらで一発逆転といこうぜ。わっ、お師匠様。悟空、勝手に戦艦から消えたりして心配したでしょ。いや、すいません、その、ちょっとばかし外の空気を吸いに。じゃあ、気は済んだのね。さ、帰るの。それが、そうもいかなくなっちまってね。悟空、なんでこんなことするの。なんつうか、おっかない人たちと関わっちまってさ。お師匠様に勝てるのは逃げ足だけかよ。敵将この超春雷が打ち取りました。おかげで勝利を得られた。恩義には必ず報いよう。それにしてもせっかく悟空を見つけたのに。でもまたきっと会えるよね。